ピピどうも、PDR さんです。皆さん、東京タピオカランド覚えてますか忘れたくても忘れられねえよ、あれは。ふぅ。実はいつの間にか復活したみたいです。マジで新大久保にある 1000Diversity Hotel and Cafe のカフェスペースを借りて再オープンのようです。ホテルのカフェスペースを借りて再オープンか、 お金をなるべく使わないというスタンスが変わってなくてちょっと安心した。ウェブサイトをちょっと見ていきましょう。タイトル東京タピオカランドカフェ入場料無料東京タピオカランドも少しは成長したんだね注意事項トイレはあります。イエーイって当たり前だろうん。今回は残念ながらウェブサイトには店舗のイメージ画像がないんですよ。いや、それでいいと思う。でも心配しないでください。我らの里賃がタイアップ 動画を作ってくれたので、内装がどれだけひどいのかがわかります。あんま嬉しくないな。しかも今回のタピオカランドはなんと目玉商品がございます。何 1>, ?1 万円のタピオカ。東京タピオカランド入場料なし。トイレもあるよ。トイレがあることがセールスポイントの一つってすげえ悲しくねえか。で、こちらが1万円のタピオカでございます。 ちっちゃくねサトチンによると使ってる茶葉は中国でたったの4本の茶の木から採取されたとても貴重なお茶です。怪しいな。なんか詐欺師のセールストークみたいじゃないこちらのペンのインクはですね、世界に4匹しかいないと言われてる一角獣の地から作られたものです。え、いくら ?500 万円になります。20g、250万円もの高値をつけたものもある。 大変貴重で高価なお茶だそうです。2 0ム2 5 0万円の高値をつけたものもある。うん。ということはタピオカランドが使ってる茶葉は2 0ム2 5 0万円のものとは限らない。まあ。もしかしたらその茶葉の中でもすごい安い方を使ってるかもしれない。まあ。めっちゃ怪しいじゃん。まあいいや、内装はどうなってんのまずは、ここ。<noise> ホテルのカフェスペースをそのまんま使ってるようにしか見えないんだけど。あと、ここ。ホテルのテラスに汚いタピオカランドのロッカーを置いてあるだけじゃん。でも今回はスマホ充電スペースがあるから。そんなもんマックでもできるよ。インスタ映えスポットはまずは、タピオカすくい。外にあると余計しょぼく見えるんだけど。あと、ブランコ。どうでもいいけど、傘を置くね。そしてボールプール。 全部原宿のタピオカランドのものを使い回してるだけじゃねえかよタピオカランド見ただろ何を期待してたの確かに。ということで、タピオカランドカフェでした。はぁ、行くんじゃねえよとは言いません。ただ、タピオカランドとタピオカランドカフェはどっちもタピオカブームに便乗した何の工夫もない、魂のない、あからさまにお金儲けのためだけにやってるクソみたいなところだということを忘れないでください。 言うねこのタピオカブームマジで理解できないですね<タッ>じゃあ<タッ>この動画が面白いと思ったら是非高評価お願いしますチャンネル登録よろしくお願いしますしくい皆さんタピオカブームそろそろ終わると思いますかいつ終わるんですかねなんか最近お店が潰れると翌週には タピオカのお店になってることがすごい多いんですよね。まあ、と、東京はね。他のところはわかんないですけど。皆さんが住んでるとこはどうですかぜひ教えてください。あと、前回の動画と、昨日ゴミ箱チャンネルで動画出したんで、ぜひぜひそれをチェックしてください。だ